体重100キロバツイチ小持ち MC 森谷です。本日の駅前リポートは滋賀県彦根市にあります JR 琵琶湖線川瀬駅にやってきております。まあ、JR ですから琵琶湖線ですからやっぱ駅は立派でございます。もう今の時刻だいたい9時半ぐらいですねとなっておりまして、学校への通学の時間そして通勤の時間過ぎましたので駅前静かになっておりますが、こちら川瀬駅の東口はですね、今ちょっとそこにね幼稚園のバスが今通ろうとしてますね。行ってらっしゃい。このねこの駅からこっちへ向かいますと彦根のですね彦根工業高等学校通称現校ですねがありますので、まあ、その通学時間中はここ駅がね非常に学生さんでにぎわう場所なんですよね。周りもですね自転車屋さんがあったり、これ学生さん安心ですね、パンクしても。美容室があったりとかしますね。で、横断歩道を渡りまして、こちらがね川瀬の交番ですね。まあ、少し前にねちょっと痛ましい事件なんかもありましたけども、今もここで市民の安全を守ってくださってます。今 JR も走っていきましたね。川瀬近郊案内図、結構ですね住宅地なんですけども結構工業地帯でございまして、周りにねいろんな企業さんがねいっぱいあるんですよ。中には変わったところではね養蜂場、蜂育ててるとこなんかもねあったりするんですけどね。まあここに降り立った方が自分の目的地どこかっていうのを磨ける用のね看板ですかね。はい、続々と来ますけど川瀬は新快速止まらんのかな、だからここに止まるのは普通電車ですね。郵便ポストに電話ボックス、お花も咲いてます。ベンチもあります。そしてエスカレーターもありますね。ここ設備整ってますね。やっぱこの大きさの駅になりますと快適ですね。そしてもう絶対でもないけどまあまああるよね、この有害図書 DVD 専用ね、トイレは2階です。結構ねこのサイズの駅だと結構下にあったりするもんですけど、ここの駅は上にあるのね。で相乗りタクシーっていうのの説明が書いてたりとか、荒神山古墳、荒神山って古墳なん？滋賀県で2番目に大きい前方後円墳である荒神山古墳は、あらまあ、へえ、あそうですか。このこういうことですね。このこういうことですね。このね前方後円墳の絵ってだいたい表記が逆なんですよね。名前の通り前方後円墳ですから前の方が普通で後ろが丸なんですよ。だからほんま丸を下に書くのがね普通なんですけど、これあれですかね方角、いやでもちゃうな、北がこっちやからやっぱりこれイメージが逆ですね。でエレベーターはこのくるっと回ったところにございます。なんかねカエルの石碑というかありまして、皆さんを出迎える、無事帰る、はい、まあ、みんなを見守ってくれてるんでしょうけど、なんかカエル関係あんのかな。で自転車置き場もあります。駐輪場、これは有料なんかな、なんか外には書いてませんね。で気になるのがこれですよ。なんかちょっと年季の入った鉄骨、鳥居みたいな作りになってますけどね、なんか字がね鉄道院、古い方の鉄っていう字が見えますね。これ道です。で院、鉄道院、なんか遺跡みたいですね。でこれすごいな、もうほぼ読まれへん。こっちにもありますね。何が書いてたんかな、作り直してほしいな。もう
心の中で読めんの、たまた明治かな、より抜粋、気になる会社設立、ここから解読するのは無理があるな。資料提供、大阪市弁天町交通科学博物館、弁天町にありますね、確かに。あ、ちょっと謎が解け始めてきた。これが多分古い川瀬駅ですね。バス停がここに見えますし、これ入り口でしょ、ね、でこれ駅の反対側のホームに渡るこう、まあ、よくあるやつですよ。ここから階段登ってって向こう渡るってやつの、これとこれが、これとこれちゃうかしら。ほら、この部分、この部分がこの部分で、この部分がこの部分。ああ、なるほど、そういうことかな。なんかちょっと背低いように感じるけど、これでこんなもんなんですね。でもなんかこうデザインがやっぱちょっとねレトロでかっこいいですね。だから多分昔の駅舎の時使ってたやつをそのまま記念碑的に残してるんですかね。さあ、じゃあ駅の反対側行ってみましょうか。こちらが東口なので、反対の西口の方に。静かですね。なんかこうお勤め、そして勉強行っている人たちはこの時間はそらうろうろしてませんもんね。よいしょ。で裏回ってきまして、エレベーターで上がりたいと思います。あ、なんと運転時間ってのはですね、4時半から1時まで、それ以外の時間止まってるんですね。あ、ちょうど来てました。上に参ります。はい、ありがとうございます。ドアが閉まります。ありがとうございます。これもやっぱりほら、フジテックですよ。やっぱりね、滋賀県の企業ですから。2階です。ほら、誰もいてない。こっち階段ね、そしてこちら側はエスカレーターで上がっております。うわ、誰もいない駅のホーム。うわ、あ、いたいましたわ。これは何でしょう。まーちゃん作品展、まーちゃんっていう方が作ってるんですね。あのギャラリー的な感じかな。でそしてこの丸太を切ったベンチに手作り感あふれる座布団。こっちは写真が飾ってますね。あ、駅員さんちゃんとおられますね。ちゃんとした駅のっていうかね、きちっと自動改札があって、いいですね。でちゃんと換気のために窓開いてますね。で電話ボックスじゃないの、電話が、公衆電話あって、で男子トイレ、多目的トイレ、そして女子トイレと、じゃあ下降りましょうか。いやー、なんかすごい景色だな。誰もいない。あ、人来られましたね。あ、ちょっとホッとするけどドキッとしますね。やってまいりました。どなたとも会わず。はい、お願いします。ありがとうございます。これでね、下降りまして、川瀬駅はね、この近くにあります中華料理の鳳鳴舜っていうね、鳳凰の鳳に泣くっていう字に、あと春と書いて鳳鳴舜という中華料理屋さんですけど、そこがおすすめなんですよ。こっから徒歩で、まあ行けんことないかな、はい、徒歩圏内です。ぜひ行っていただきたい。もうそこのエビチリ絶品です。ほんまに美味しい。そしてランチ時に行きますと、なんとプラス100円でご飯と卵焼きとお漬物ついてきます。もうすごいリーズナブル。もうね、エビもめちゃくちゃたっぷり入ってて、ネギがねとんでもない量で入ってるんですけど、ね、ほんま美味しいんですよ。いやー、あ、こっちも、あ、さっきと同じのが貼ってますね。あの駅前は
送迎用の車の駐車場があります。一時的に止めることできますね。安心です。そしてそこ和らぎって書いてるところは野菜の里みたいな感じかな。バス停もありまして、でこちら側のですね西口は今度はね高校の川瀬高校がありますので、またね朝の時間帯は混み合うんですよ。人いっぱいいます。あ、こっちもありますね。皆さんを出迎える、無事帰る、皆さん王の王が王じゃないのな、ちょっと気になるな。あ、こっちは大きい電話ボックスですね。車椅子の方も使えるやつで、案内図はさっきとして鉄骨もねこっちにもありますね。大体のものは一緒ですね。じゃあちょっとここ渡らせていただいて、近くは有料の駐車場もあります。はい、一通りいろんなものがあるとこですね。うわ、このカエル背中に子供いっぱい乗してる。見ようによっては気持ち悪いけど可愛いかな、うん、皆さんを出迎える、無事帰る、ほんまにねやっぱ来ていただくのも本当にありがたいですし、そして家にしっかり帰ってくるっていうのも大事なことですね。さあということで、さあ後ろ川瀬駅でございます。さあ今日はですね滋賀県彦根市にあります、もう僕の家からは比較的近所ですね、かなり近かったです。これが滋賀県彦根市にあります JR 琵琶湖線川瀬駅でございました。まあ、あの周りはかなり充実しちゃいますかね。西口にも東口にも高校がありまして、朝は学生さんでいっぱいです。そして周りにはね工場ですとか企業がたくさんありますので、お勤めの方もたくさん乗降されてます。かなり賑やかな駅じゃないでしょうか。だから駅も中のあのね改札のところなんかは駅員さんおられましたし、最近無人の駅増えてますけどね、あと時間限定とかもですけど結構しっかりおられましたんで安心ですね。定期券買ったりするのもやっぱちゃんと声かけて買えますからね。そんなねいろいろ充実した川瀬駅に今日はやってきておりました。ということで本日も体重100キロ ×1 小持ち MC 森江でした。